はい、東ソニー調理室の藤田です。我が家自慢の柚子胡椒の宣伝です。お母さん、塩分控えめで材料は自家栽培で作って皆様に利用していただいております。お刺身やそうめん、うどんの薬味としておすすめいたします。保存方法は